はい、ということで人狼ジャッジメントやっていきたいと思います。いや、ネット人狼全然手を出したことなかったんですけど、完全初見ですよね。今さら人狼ジャッジメントみたいな感じでちょっと始めてみたいんですけど、いかんせんちょっと初心者なもんで、まあ、どんな感じかね、試しにやっていきたいなと思いますので、初心者プレイですけどよろしくお願いします。うん、全国対戦でいいのかな。さあ入りますか。うん、なんかアンナちゃんになりましたね。ランダムで、いやー緊張しますね。メッセージ打てるのか。よろしくお願いします。めっちゃ普通にね、よろしくお願いしますと。あのタイピング早くないので結構なんていうんですかね、緊張してますけどね。挨拶よろしくお願いします。よろしく、よろしく。一応ね、初めてやりますと。初めてやりますっていうことでね、ちょっとわかんないんですけど、一応初心者っていうことでね、まあ役職は9人村で人狼2人の狂人と、あと村人占い師とかですかね。なんだろうね、市民、村人ですね。さあ、まあアンナちゃんなんでね、村人感を出していきたいと思います。うん、なんだろう、全員の行動って、あ、この間になんか狼はチャットしてるのかな。狼チャットあるんですよね、確かね。うん、いやもう本当にね、アプリはねダウンロードしたことはねあったんですけど、やったことなくて、まあ、そもそもなんかあんまネット人狼やったことないんで、ちょっと楽しみですよね。いや、なんか楽しかったらちょこちょこやっていこうかな。村人ですね。村人だからなんだろう、特に何もすることがないんですけど、まあなんか人狼とか引けばね、それなりに動けるんですけど、いやードキドキしますね。なんかこれログとか見れないのかな。ではまた明日。うん、詳細30秒前。まあなんか普通の村人ですよって感じですか。また明日。喋れないんですね、この間はね。まあどうなんだろうね。まあ役職出た方が強いですよね。狂人が多分ね、語りに出るとは思うんですけど。霊媒、霊能か。霊能者と、占い師と、まあ、狩人、騎士ってことですよね。なんか狩人っていう人僕好きなんですけど、人狼やってる時に。わかります？かっこよくないですか？なんか。僕なんか結構騎士派なんですけど、狩人ですっていう人、なんか狩人出した方がいいよっていう人、なんかちょっとかっこいいなって思っちゃうんですけど。俺だけ。はい、二日目の時間、話し合い。全員の行動が終わるまでお待ちください。この間もなんかあるのかな？この間なんか占ったりしてんのかな？夜のターンに占ってる？ちょっとよくわかんないですけど。いやー、そうですね。なんとか生き残って村人陣営勝ちたいですけど。占い師二人出てくるんですかね？
まあ、初めてやりますは正解なんですけど、さあ、モブじいさんが死にましたと。そうですね、一人襲撃されてるんで。この屋敷に避難した全員で話し合い、一番怪しい人物を投票によって処刑するしか手はございませんということで。9人で3人外なんで、何回処刑できるんだ ?1 回処刑したら7人だから、あ、そっか。やばいですね。結構やばいですね。ニツリか。うん。ヒューさん。ヒューさん怪しいの?ヒューさん、アーニー。アーニーいるやん。いや、アーニー守りたいですね。マリアン。エリック、マイク、スーザン、アーニー、マリアンヌ。なんかあれなんかな?この中に人狼入ってんのかな?残り60秒の後、誰に投票するか理由を添えて発言されるとよろしいでしょう。当然、他に怪しい方がいれば、その方に投票するのもありだと思いますと。1回以上発言してください。発言がないと突然死しますと。いやー、ちょっとね、タイピング難ありなんでね。ここは頑張っていきたいと思います。そうですね。ルール、操作、チャットに慣れていただく。専門用語はお控えくださいと。さあ、楽しみですね。どんな感じなんですかね。おはようって言ってますね。僕もおはようしてみよう。お、占い師エリックシロカミングアウト。早い早い早い。ちょっと待って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 、早い早い、ちょっと待って、早い早い。おー、ちょっと待って、どうなった？あ、22になったの。カミングアウト、カリウド CO。 あ、全露出したってこと。まあ人狼当てようよ。占い師、霊の占い師、カリウド占い師、ん、占い 3CO なのか。え、どういうこと、霊媒、ちょっとわかんないわかんない。エリックシロだから、うん、いや、めちゃめちゃ早すぎて全然わかんない。出るタイミング全く同じなんだわ。はあはあ、あ、これ初手占えるんですね。なるほどね。ちょっと一回ログ見ていきましょうかね。マイク・レイ・シオ、マリアンヌ・レイ・シオ、カリウドにスライド。最初本物占い師やりたいよね。人狼がわかるよ、その気持ち。占い CO の霊媒 CO の一人カリウドスライドですか。あ、そうなんだ。
へえ、スライドなんだ。これなんかあれかな、フィルターとかかけれるのかな。エリック白でゲイルね。なるほど。で、ゲイルは。占い師用ヒューシロね、いやむずいな。エリックは誰しろって言ったんだ。マリアンヌしろ。なるほどね。1分前。延長希望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 。ありがとう。ありがとうってとこ。延長希望。早いね。ちょっと待ってよ。どうなってる？どうなってる？まとめてくれてるんで見ましょう。エリックがマリア・シロ。ん？スーザンがエリック・シロ。ゲイルがヒュー・シロ。まあ、いいや。とりあえずゲイルでいいやん。ゲイルつったら、はっきりわかるやん。レイバー生きてるし。まあ、なんかスーザンが本物っぽいけど、まあゲイルで、そうですね、黒が出なかったら偽物確定。まあどっちにしても、本指定シュレックね。本指定、あ、霊媒、霊媒ね。俺もゲイツリーは賛成。ゲイ黒。ゲイルね。ゲイルさん投票したいんですね。勝った。あ、ってことはでも一応一人潜伏してんのか。とりあえずゲイルさんでいいんですかね。さんに投票しますねって言っとこう。よし、じゃあゲイル投票で、ゲイル白出たら、そっか。時短よろしく。時短ね。時短よろしく。よろしく。オッケー。処刑するプレイヤーを決めましょう。ん？これ何？全員の行動が終わるまでお待ちくださいって書いてあるんで待ちましょうか。
なんか説明画面出てきたね。そうそうそう、私はスーさんに触れます。あ、処刑する人物を選んでください。うん、これでいいのかな。30秒前。なるほどね、そういうことか。さんも一応10秒前 OK。 さあどうですか。まあローラーするんですけど、まあ黒出たらでもストップでもいいですかね。うん、スーさん1、スーさん1。なるほどね。まあ僕は占われてもないんで、おそらく襲撃はされないと思うんですけど、まあ占い襲撃入るんかな。なんか霊媒守んなきゃいけないんだけど、霊媒守ると危ないかなっていう気はしますね。うん、スーザン声もありかな。10秒前。まあでも手堅くいくなら霊護衛ですかね。襲撃誰ですかね。狩人襲撃とかだったらちょっと弱すぎるかな。占いか霊の。ゲイルが本物だったらシンプルに狩人処刑はあるかな。ヒュー、ヒュー一番ないとこ噛んできたな。え、生き残ったよ。うんうんうん。え、ヒュー、カリウドじゃないの。え、まずはマリアンヌ様。エリック様。怪しい人ね。これなんかどういう基準で上がってるんですかね。ちょっと霊媒結果次第ですけど、まあ霊媒神、ああでもゲイルシロなら結構やばいかもね。うんうんうん。さあ、なんで狩人襲撃されないんだ。え、なぜヒューが。よろしく。ヒューシロ。おはよう。アーニークロ。霊結果は？レイヌ。ゲールシロ。スーさん行きますか。うん？ああそうですね。あ、兄黒出されてる。とりあえずスーさんですよね。
カミングアウト。通算投票ですかね。休暇見ならまあまあまあ、スーザン破綻ならワイシンなんだがな。延長希望、延長希望。うんうんうん。延長希望。まあいいでしょう。うん。まあ。延長希望。延長希望。延長希望。強靭ぽい。まあそうだね。グレーはまあ、釣らないですね、これは。うんうんうん。ゲイルシンどうやって追ってるの？そう。エリックの初日白誰だっけ？マリアンヌ白ね。うん。マリアンヌ白。まあでもマリアンヌ白だったらでも全然本物ある。うん、まあ。強靭でもアーニー人狼はあるでしょう。うん。時短よろしく。時短よろしく。まあ、時短しましょうか。まあ、スーさんですね。いや、まんまと。まあ、別にね。今日はスーザン釣るんで、今日スーザンだからいいじゃんって。30秒前。今日母スーザンだから。
10秒前。でもアーニーの人狼の可能性はありません。そうですね。まあ、これで下流の襲撃入るのかな。うん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 。いや、票2票しか入ってないじゃん。怖っ。まあ、スーさんは30秒マリアンヌとかに入れたのかな。強人生きてる感じですかね。うん。さあ。さあさあさあ。おはよう。おはようって。アンナ白。スーさん黒ね。よし。スザンさんは黒と、ゲルシー、スーさん、なるほど。まあエリックどうし、なんかあれだな、チャットがうまくいかないね。いやー、でもこれアーニどうなんですかね。でもアーニーかサンドラさんか人狼なんだろ。サンドラさんの意見聞いてみますか。なんか変だな。ちょっとサンドラさんの。自宅なんだよな。まあでもエリックでいっか。
30秒前。二択なんですよね。10秒前。うん、まあ多分、まあでもパワープレイになるんでね、霊能が残るんで、まあどっちにしてもって感じですよね。あら、何やってんの。うわ、え、あ、襲撃された。負けですね。サンドラ人狼ですか。いやー、なるほど。これ、1分前。なんかね、出てくるんだよね。なんか30秒前。なるほど、駆逐戦していきますか。まあでも要素落ちないですからね。うん、30秒前。どうだろうね。10秒前。なんかこのタイピングがうまくいかない時がありますね。まあそうでしょうね。まあ結果的には完敗といった感じでしょうか。まあアーニーさんが人狼だった場合は勝ちだったんですけど、まあ決め打ちですね。まあどっちにしてもって感じでしたか。はい、ということでね、初戦は人狼勝利ということで。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、ありがとうございました。ございました。お疲れ様でした。いや仕方ない。そっか、マリアンヌさんは一応エリックに入れようとはしてたんですかね。まあゲイル盤面きつかった。
みんな結構バシバシねチャット来るからすごいですよね。まあなんかちょっと楽しいかも。ただなんかこうチャット見ながら喋るのがまだまだスキル的に足りてないので、ちょっと練習してね上げていこうかなって思います。展開的にはなんか人狼が初戦というか初日からね予言使用して面白い盤面でしたね。で新予言釣れたのはやっぱでかいですよね。そっか、白先も噛んでるから強いですよね。狩人先噛むのもありかなって思ったんですけど、僕だったら狩人先噛みですかね。狩人先噛んだ方が白先残ってても、まあ正直強靭なのか本物なのか分かんないんでね、その方が良かったかなって思いますけど、まあ最終日グッジョブ起きたら4人盤面に なるのを考えて狩人と残したのかもしれないですけど、はい、なんか話はね尽きないんですけど、サンドラさん、さあこれこう終わったらどうすんの。エリック食わすもんやでと。なんか最後これなんかあれなんかな、いや面白かったですと。はい、ということでまたなんか遊んでいけたらいいなと思ってますんでね、またやります。はい、ありがとうございました。